はい、皆さんこんにちは、桜庭でございます。お元気でしょうか。ということで本日はですね、スペシャルゲストをお迎えしてあなたにお届けするよということで、お蝶夫人の登場でございます。はい、ありがとうございます。はい、お蝶夫人、今回もよろしくお願いします、はい、ということでね、まあ、今回はですね、まあ、お蝶夫人にまたいろいろお聞きしたいんですけれども、はい、お蝶夫人の周りにもですね、まあ、たくさんいろんな人たちがやってきますよ。甘い蜜を吸いにお蝶夫人のところに来ていろんな人がいらっしゃいます、うん、そんないろんな人がいらっしゃる中で、やっぱりこういろんなこう言い寄ってきたりする中で、まあ、お蝶夫人いろんなこう話を持ってきますよ。いろんな人たちが入れ替わり立ち替わり、まあ、そんな中でこう人の見分け方というか、うん、この話は乗ろうかなとか、あ、これはダメだよねみたいな、うん、まあ、人としてなんか感じる部分はあると思うんですけども、その中でお蝶夫人はどうやって取捨選択してるのかなというのはちょっと気になるんですけどもね。なるほど、ケースバイケースですけどね、はい、最近あったねことで言うと、そのフランスのね、はい、フランス仕事というか、うん、ご縁は、はい、その方のお母様からご依頼というかね、ご相談があってのっていう話だったんです、はい、でその息子様が日本でアトリエを開きたいから白羽の部屋が立ったと、その息子さんにその心構え含め、はい、いろいろご教授くださいみたいな感じで息子さん連れてこられたと、うん、あ、で、そうですね、初めて会いました、はい、で結局私応援することになったんですよ。あ、その試験も息子さんに。息子さんですか、ヤングマンですか。25歳。あ、まだヤングマンですね。その方でね、その時にもちろんフランスっていう国に興味があったっていうのと、あ、お蝶夫人時代のフランスが興味あった、うんうん、もちろん住むならフランスに住みたいってずっと思ってるとこがあったので、はい、それとね、息子様が口数が多くないんですけど、はい、無口というか、そんなベラベラ喋らない。あ、じゃあもう、うん、そんな喋らず、無口ではないけども、うん、減らず口が多いと。でね、まあまあ、あの、なんでしょうかね。そのね、まあ、聞かれたことに対しては端的に答える、この人頭のいい方だなっていうこと。あ、スマートなんですね、頭がね、うん、スマート、うん、でね、それと一番はそういう日本のね、とある有名企業のフランスのね、うん、社長を15年勤めた方がフランスのそのオーナーさんなんですよ、うん、その方から彼にね、はい、オファーがあったっていうことは見込まれてるわけじゃないですか。そうですよね、その25歳の若者にね、ま、見込まれると、もちろんそれはありますよね、うん、そういう部分と、それと最初はね、はい、そういう方とビジネスするんだったら、逆に僕のことに目をつけてくださったあなたは見る目ありますみたいに言ったらって言ったんですよ。すごいですね、上から言っちゃうんですね。上から行けと言いました、私はっきり。それはもうそれ助言したんですね。しました。僕を見出すあなたは見る目があるよと。あるって、あ、すごいですね。え、みたいな感じでしたけど、それを言ってごらんと。で、ね、言ってごらん。なぜならば、なぜならばっていうことが言えたらダメだと。結局そこ大事でしょ。大事ですね、うん、結局これからの人口はね、うん、人口というか世界的に見てアジア人の時代になっていくんですよ。人口的に中国も多い、インドも多いとかね、うん、そうなってきた時にフランスの方って白人の方じゃないですか、うん、ということは人口多いところが勝つんですよ、うん、でそういうところも含め、これからはアジアの時代ってね、牽引していく。しかしながらフランスっていうのはすごく伝統があり、歴史がのがある国の方が、うん、これからの先見の明があなたは長けてるからこそ僕に目をつけたんですねって言ってごらんって言ったんですよ。すごいですね、はい、それは25歳の若者からそんな言葉を聞いたら、その社長はこいつすげえなってなりますよね。でね、うん、それをね、結局のところそれを言ったら、はい、結局それが、はい、彼とその方はもう話してるのに、そんなセリフがもう出てきてないのに、うん、こういうことと出会って、この人がこう言えって言ったって言ったと思います。きっとバラしちゃったんですか。多分ネタバラししちゃったの。そしたら、うん、私に興味を持たれたんですよ、そのフランスの方は。まあまあ言ったらそういうところからもあるんですけど、そのね、はい、正直さと、うん、やっぱそういう白羽の矢が立つ。それとね、プライベートではね、彼女が2人いたんですよ。え、そのヤングマンが、うん、やり手ですね、うん、中国人とロシア人。え、めっちゃ国際色豊かじゃないですか。私はここで結構気に入った。あ、その中国人とロシア人の女性と付き合ってるということで、うんうん、お蝶夫人は気に入ったと。気に入った。そういうね、国が違う方を、うん、まあ言ったらお二人と同時に結婚して くださいって言われるだけの方って魅力あるわけですよ。そりゃ魅力ありますね、はい、それ見てみたいですね。ね、イケてんですか。しっかりした方ですよ。あ、しっかりしてるんですね、うん、だからそこも私の中の、うん、あ、この人応援しようっていうポイントにはなった。大したもんですね。だからね、2頭思うの1頭思えずって言うけどね、はい、言い方っていろいろありますけど、うん、それぐらいのエネルギーがある方と魅力的じゃなかったらビジネスはできないです。そうですね、
それともう一つ25歳という、うん、私もね24の時に初めて借金しててあったじゃないですか。そうですね、だから24、25の方ってこれからの方だから、うん、これが35歳だったらどうかもわからなかった。そうですね、はい、20代っていうのはもう応援したくなったっていうのがあるので、うん、そういうポイントかなと。ただいまに公演情報を新たにお届けするよ。急ですね。急ですよ。だいぶ僕たちいろんなところに行くんですよ。はい、日本全国津々浦々。5月21日札幌、札幌アガステアの葉、さらに5月22日アガステアの葉ガイデンというね、はい、6月7日広島です。広島久々。6月8日岡山久々。そして6月17神戸でございます。神戸、はい。そして6月18大阪に行きます。関西トゥーデイズということでね、楽しみにしていてください。ぜひ会いに来てください。ありがとう。で、今それがうまくいってるわけですか。スタートしてるんですね。本当にね、そういったご縁って本当面白いですよね、うん、面白いですよね。まあ、そのお母さんがね、うん、連れてきた息子さんが、うん、まあ、そういう方で気に入って、うん、まあ、それを、まあ、お蝶夫人的にはもう育ててるみたいな感じでしょうか ね, で, ね、うん、で、またね、その方ともう実は会って いましたけど、はい、ズームでもさっきね、その先方様のフランスの方ともお話っていうかして、はい、その方日本語できるんですか。できません。そのね、パートナーの方が日本語喋れるんですよ、女性の方が。結局そのズームであって実際も来られてるので来日されてるので会いました、はい、その時に自分がやってることとか切り札を私はいっぱい持ってますよって話をしました。私は、うん、そういう風なね。お嬢人の思考回路ってめっちゃ珍しいじゃないです か,、うん、だから教えてくださいとおっしゃったわ。あ、そうですよね。あの向こう の, そのフランスの方が、そのフランス人の思考が分かんないですけどもね。だからそこも興味あったんですよ、私的には。ちょっとね、独特だと思います、フランスの方って。今でこそ英語喋られるけど、喋れても絶対喋れないのがフランス人って言われてるからね、フランス語しかね。うん、今喋る方多いですけどね。あるんですかね、そのフランス語に、ね、そう、だからこそすごい魅力的だったんですよ、私的には。そういう方と一緒にするっていうことは。うん、まあ、そうやってね、お調子のところに一緒にビジネスしたい人って本当に無限にいる中で、そんな中でね、いろいろこう取捨選択しながらいると思うんですけれども、うん、僕らがそういった人の見る目を養っていくために、こうなんか気をつけることとか、なんかそうアドバイスいただけることありますかね。何を目的としてというか、その人のなんかビジョンがどうかっていう部分ですよね。あ、自分のビジョンが、うん、その方のね、一緒にお付き合いする人がどのようなビジョンを持っているのか、うん、あ、それ大事ですね。そのビジョンの中に自分が重ねられるかっていう、なんか、あ、なるほど。どういうビジョンを持っていて、うん、どういう理念があって、うん、それと自分が重なる部分があるかどうか、うん、っていう、重なるっていう表現が一番近いかな。それが重なるのであれば、うん、する価値あるかな。する価値があると、あるかな。それは面白い視点ですね、うん、私はもうなんかそういう感覚ですね。だからお金でね、その必要な額を支援というか出させてもらったんですけど、はい、それとまあまあ、そのある金額があってね、私その彼に言ったのは、うん、はい、その金額共同経営しようって言われたらしいんですよ。それは君もすごく考えが持ってるから一緒に稼ぎましょう、儲けましょうっていうことから、それはまあ彼が認められてるから、その共同でも共同の金額が彼は用意できないっていうのもあったんですよ。だから私が用意しますってことになったんだけど、うん、でも何でしょうね、彼に言ったのは、その金額もしあなたが持ってても、はい、その金額出すのはビジネスじゃないって言ったんですよ、うん、誰かを巻き込めたっていうことを私巻き込んだんですよ、彼は。結局誰かを巻き込みなさいって言ったら、お蝶夫人が巻き込まれちゃったんですか、うん、巻き込まれたっていうか、私は逆に巻き込んだ彼を。私はフランスの切符が欲しかったから。すごいですね、うん、私はもうそういう考えしかない。だから何百万だったら何千何億っていうのを得ます、絶対に私は得る。まあ、そう、もう決めてますもんね、うん、決めてるだから、ね、うん、だからこの決めてるっていうのがね、うん、一番強いですよね。だから騙されるもない。まあ、今までね、本当にいろんな人たちがね、来ては去っていき、うん、まあ、いろんな経験されてる中で、非常に頑蓄のある言葉でございますね。もう一緒にその仕事したい人がどのような理念を持ってる、ビジョンを持ってるかって、 それはいいですね、うん、でだから本当に持ってて、本当に自分が重ねるっていう感覚が一番、本当に一緒とかっていうのは、ね、重ねれるかですね、うん、それがあるのであれば、うん、一緒にビジネスをしてみたら、はい、まあ、面白い展開が生まれてくるかもしれないということですね。生まれます。生まれる、必ず生まれる。かもはない、かもはない、はい、ということでね、ぜひこのあたりをですね参考にしていただいて、はい、まあ、一緒にね、ビジネスしたいと思っている方々いると思いますので、はい、またね、あのお蝶夫人に、ね、そういったビジネスの話を持ってくる人はね、ぜひそういったビジョンというのがね、非常に重要ということですよね。まあ、そういうのお蝶夫人はそのなんか質問したりするんですか。あのね、今思い出した、はい、最近あったことでね、うん、私雇ってくださいとあったんですよ。でね、雇ってくださいの前にね、ね、はいはい、私ね、どこ行ってもね、雇ってもらえないので雇ってくださいと。新しいですね、うん、どこも雇ってくれないから、お蝶夫人、私を雇ってください、うん、最高じゃないですか。
に私ももうね目が点になったんですけど、目が点になりますね、うんうん、根性勇気あるねは言いましたよ。勇気ありますね、チャレンジャーですね、うん、その人もう生きてないでしょねえ、もうあやめられちゃったでしょ、ね、もう、ね、もうどっか行っちゃったでしょうね、うん、もうご愁傷様でございました。そういうことがありましたね、はい、ということでね、うん、チャレンジャー求むということでねぜひじゃんじゃんバリバリね、はい、お蝶夫人にチャレンジしてみてください、はい、ということで、はい、今日はねこの辺りでお別れしたいと思います。お蝶夫人ありがとうございました、はい、ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたのでよろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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 楽しい。